Thank you.
今からですので皆さん力をちょっと持っていってください。まだまだ結構残ってるので、じゃあ次のステージはこの衣装と今日似合うまたもう一つのミュージカルの曲を用意してきました。では聴いてください。
Oh.
初めてミュージカルやった時、モーツァルトをやった時、本当に僕がソナさんから手伝ってもらったり、一緒に僕の相手で、相手の役割で演技したんですけど、今日もまたこういうステージでまたそういう、その4年前の歌をまた歌うことができて本当に嬉しかったですね。 次の曲はチョンゾナさんが今日のステージのためちょっとスペシャルなステージを用意してきたみたいなんで、皆さん大きな拍手でお迎えしてください。
Trust me.
しますか。まあ、新しい声を見せるため日本でこういうコンサートは今回が初めてで、韓国では今2回目、まあ、おととし、去年、2年間やったんですけど、まあ、日本では、まあ、今回で初めてで本当に嬉しいです。おとといから、結構日本に来る前からも、このステージのため、歌とか、まあ、なんていうか、こういうなんか、編集とか、いろんな、それより、とその日本語のプレッシャーが大きくて、どうしようっていう感じで、結構、日本のスタッフさんと、来る前からちょっと電話で会話したりしたんですけど、去年10月に会った時よりは大丈夫じゃないですか。まあ、近々さんかもしれないですけど。まあ僕は結構満足してると。本当に今頑張ってます。あ、誰でした？はい。Hello? Nice to meet you. May I help you? すいません。もし今日のこのステージが、僕のステージが初めて初めてじゃあこれからずっとなんかちょっととんでもないそういう話とかあるかもしれないんですけど、許してください。まあ、ほら皆さんは結構慣れてますよね。僕はもう30歳以上になったらもっと自由な感じでやると思う。あ、ここステージの上では、まあ、というか、まあ、ステーキ食べながら、ちょっとまあ、2時間寝たり、早く次の曲に行こう。では、ちょっと音楽を変えて、いきたいと思います。では、聴いてください、ドリーズ。I'm gonna get you. 달콤한 밤에 산타처럼 날
said I'm a player and I never change. I feel that I'm ready to leave the game. She said she never was just a player like me. But maybe that was part of my history. She's telling me breaking up is a part of me. It's like in my system, ready with heaven. She said, you can be coming.
ここからは多いですよね。 OK、 今日はちょっと男のお客さんだけ声を出してください。わかりました。じゃあもうちょっとください。もうちょっと時間をくださいね。あ、自分が初めて生まれた時、その世界に出て出したその声を僕に聞かせてもらえますか？大丈夫ですか？じゃあ男の皆さんだけですよ。でも女性の皆さんもバレるから。じゃあ男の皆さんだけ、せーの。すごい、ありがとうございます。次は、まあ、順番のため、しょうがないんですけど、二十歳から、その知ったら、いや、順番のためしょうがないって今言ったじゃん。21歳もダメだから、もう成人はダメ。20歳も成人か。あ、そうか。どうするの？まあ、一応20歳から20歳の下、お客さんだけ。せーの。ちょっと嘘ついてみたら結構ですよね。あ、もう20歳。絶対20代だと思うんですけど、まあまあ、じゃあ20代と30代は一緒にやりましょう。
소리 심하죠. 이렇게. 그래, 이용해 나 나도 있구나. 아, 그래. 이용으로 타이틀을 안 잡으시다 기로. 僕のソ 뮤직. 知ってますか? 오차레토의 경우ですよ. 그래요, 지금 어떻게 그랬었는데. 야, 가시 맞을까 보다. 기로. 가시 맞아야 됐었네. 안녕하세요. 아, 가사, 오! 야, 사이키와 표면 부모가 됐습니다. 아, 우리 그레가, 복나 씨의 오빠. 야, 힘에 일하실 것 같다. 그레, 스보이드쇼? 그레, 복나 씨의 오빠가 그레를 요인시켜 놨어요. 이야기했네. 아, 이거 시작입니다. 난신이야 도신처럼 말도 못해 그저 떠오르는 대로 그저 내 마음 가는 그대로 난 화가도 아냐 빛과 어둠 아름다움도 그려내지는 못해 난 꿈속에서만 희망 그리지 난 배우도 아냐 난 연기할 줄 몰라 난 가시같이 살고 싶어 있는 그대로 있는 내 모습 보이기를 원하네 이런 나의 모습을 자! 아. 자, 혼자쯤에. 야, 뭐. 야, 전부 무슨 가시 일이죠? 오케이, 그럼 판조리 갔다. 저도 오케이, 거의 돼. 귀요미와 호흡들이 막 끼고 어떻게 보면 오케이 사람 끼고 이러실 테니까 민나 다행히 됐습니다. 다이 좋겠어? 다이 좋아! 오케이 귀요미 아
야, 우리 이쯤までさせられたのがつもりですか。では、では、座って、座ったままでね。皆さん一緒に歌ってください。一緒に歌うみんな知ってますよね。29歳の記憶を見せます。男のお客様はちょっと目を閉じてください。せーの、せーの。
신하는 신하는 아 맞다 아른다 順調に終わって、なんかあるんじゃないかなと、ドキドキして。
勝てないとよろしくお願いします。大丈夫ですか。25歳、先輩、いや本当に僕、正直僕より年上だと思うんですよ。どう考えてますか、僕のこの話を。この話、いや、可愛かったですよ。ひだりで、この3人で妙な曲を用意してもらいました。皆さん、チェックで聴いてください。桜色舞う
Thank you.
いやまあ結構昨日もいた話なんですけれども、結構前、まあ、練習生の時からデビューしてからは、まあ、最近やっぱ正直ずっとなんか練習したり音楽聴いたりしたらメロディーに注意して聴いたんですけど、いつからはちょっと歌詞の内容がもっと音楽の中で一番僕には重要になって、まあ選んで僕を歌ったり練習したり聴いたりしたら、最近は歌詞の内容を一番重要にしてますけど、僕の2曲を選んだわけも、なんかごちゃごちゃ言うより話すより、歌で皆さんに僕の今気持ちとか伝えた方ですね。で、僕には皆さんが力になってます。では次のステージは、その今までのそういう記憶を歌います。Everything and nothing.
思います。懐かしいですね。いや本当に不在この7曲を歌う時だけは皆さんと僕たち、あ、僕が感じてるのが多分絶対同じだと思いますね。面白いのが一曲一曲ずっと進んで歌っていったら、その曲を歌った時のそのステージがずっとなんか思い出しますよ。あの、まあ、まとめて全部歌ってますけど、まあ絶対今回のこのステージで絶対歌いたくて。皆さん前で歌えるって本当に嬉しかったです。残念ですけど、あっという間に最後の曲になりました。ありえないですね。もうできれば明日の朝まで喜んですけど、あ、この大会の次のスケジュールもあるし、皆さんのスケジュールもあるので、子供いるお客さん、手を、子供いますか？そうですね。いや、子供は今どこに？ベイビーシーター。待ってるから。ベイビーが。ああ、母、いつ来るの？って言う。なんで来ないの？成功しないから。今日もそうですね、やっぱりあ、ちょっと本当に2回、今日3回目なんですけど、ちょっとここにいらっしゃいます。ピジュアルすごいですね。大谷さん、インタビューしてみたかったですよ。じゃあ、自己紹介を。今回、指揮を振らせてもらってます。ようかんです。よろしくお願いします。ようかん？いや、本当に、まあ、オーケストラ、そしてバンド、コーラス、全員が、僕は結構まあこのステージ最初なんていうか最初日最初日最初じゃなくて初めての初日ありがとう初日な、これも思い出せない初日の多分3日前頃に来たんですけど、あんまり一緒に会えなかったですよね。それか、まあ、なんか連想と一緒にできなかったんですけど、僕は来たばかりでもみんなは完璧で、いや本当に感動しましたね。本当に僕は一緒にできなかったのに、もう僕だけでなんか頑張ればできるねっていう。本当にありがとうございました。
ました。一番の奥にいる4人コラス。これは韓国なんですよ。韓国なんですのに日本語で歌ったりするのがすごいって感じます。うわ。本当に難しい。ズンとかズンをもう歌舞伎にして、わあ、びっくりしました。まあ、僕も結構3年間迷ったんですけど、出しました。では、このメンバーと一緒に最後の曲で挨拶します。では、聴いてください。悲しみの声。時をかけ違う
no we don't got me no full clip. It's time to go down, go down, go down, go down. ですね、今日なんかちょっと皆さんが結構今日は暑いですよそれに負けずに頑張ってますけどギリギリですいやもう今日が東京で最終日ですけれども、まあ結構大阪での日本語は皆さん、もっと期待してください、まあ、笑わないですよね大丈夫ありがとうございます本当に頑張ってますいやもう、結構まあ何年前くらいは結構日本語結構上手かったじゃないですか自画自賛かもしれないですけど結構笑わせたじゃないですかあ、まあ、その時はもう、まあ、ゆったり離脱とか、まあ、いろんな、あんまり僕のスタッフも日本人のスタッフもあんまり知らない言葉も結構覚えたんですけど
を皆さんにもっともっと上げて忘れずにという機会を作っていきます。今度のステージは絶対今年の中また皆さんに会えるように3人で最初だからもうちょっとノリノリで分かりました。自分が母のなんていうかお腹の中にいるとき足を振った、すみません、本当にそういう力を最大限出してください。この今日ちょっと最大限踊りますんで、見てみよう。では聞いてください。エクアドYou're original, 너는 매우 적야 Put your sweat
저 태양의 뒤흔들어